皆さんこんにちは、森崎愛史です。今日は、ですね、やけどのメイクをしたいと思います。この辺だな、使っていきます。まあ、コツというか、スタンプを普通にこうやってポン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 ってやっていったりとか、このスポンジの種類を変えるといいかもしれない。私今、この正方形を割ってこの状態でつけて、一回つけた後にこれを半分にして丸くして今度こうやってつけたりとか、あとはこれを横にしてこうやって結びつけたりとかですね。ちょっといろんなやり方、スポンジ本当にいっぱいあるんですけど、まあ相当で100均とかでも売ってるので、よかったらそっちでも試してみてもらうと、ちょっといろんなやけどができると思います。こんな感じかな。はいはい、こんな感じになりました。そしてケロスキンプロっていう、はい、舞台用メイクにですね使っていきたいと思います。よし。匂いが。使いたいと思います。これすぐ乾いちゃうので、ポンポンポンと抜けていきます。で、一旦乾かします。本当はね、ドライヤーでシュッてやればあれなんですけど、わかりますかね、この感じ。ドライと消しますね。このわかりますかね、引きずった感が出てると思うんですけど、ね、こう、なんだろう、パリパリ感が出てると思います。こうやってやっても皮膚がこう伸びない感じになります。ライト消してた方が分かりやすいかな、はい、そしてこのなった状態でもう一回ですね、もう一回上から濃く塗っていきます。やりやすいかなと思います。はい、ここが強いとこと、あと黒が強く出ているところですね。そしてもう一回ケロスキン塗ります。上から塗ります。もう皮膚がね、伸びなくなってくるんですよ、こうやって。いや、わかるかな。ケロスキンを使うとこんなメイクが簡単にできてしまうので、よかったら皆さんケロスキン買ってみてください。これを除去するときは、エタノールですぐに取れるので、これですね、これですぐに落とせるので全然、はい、平気です。お母さんにもびっくりされないので、よかったらやってみてください。
若干ね、こう、ほんと引きつってる感じがするので、喋りにくい感もあるんですけど、よかったらやってみてください。では、森崎アリスでした。バイバイ。